話を切り出す順番譲ってくれたから僕のことばかり聞いて結局君は後回しいつも通りに大きく手を振ってくれた後歩いて帰る君のいつもより小さい背中寂しがりやわも僕に笑ってくれた自分より寂しい人がこれ以上増えないようにそんな君に少しも気がつけなかったけど一番伝えたい言葉はごめんじゃなくてありがとう人に手を入れながら歩く癖のわけはいっぱい詰め込んだ気持ちをこぼさないようになんだかわかんないけどさせない今度また僕から先に話し出したとしても口を手で塞いで君の言葉を逃がしてよ言葉にならない